0.2 の減点になると思います。他に減点箇所はなかったですからね。先ほどの渡辺の得点は 8.65 でした、はい、さあ今度は近藤です。2班です。2班ですがこの人も、1班の一番最後の水島と全く並んで現在第6位の持ち点です。近藤茂光、この人も世界選手権の代表メンバーです。大和銀行に入って3年目、急に力をつけてきました。ここ1年でめきめきと本当ですね、上がってきましたね。7月の NHK 杯では第7位、全日本は57年22位、おととし14位、去年12位。さあ飛び技は伸身です。伸身笠松ですね。いい点が出るでしょうね。特に彼の演技は美しさと言いますかね、特にイカなんかの規定をやりますと本当に綺麗に演技ができますね。ああいうところが最高ですね。普段はこの人は眼鏡をかけてるんですが、はい、体操に演技を始めますと撮りますが、本当可愛い顔してますね、まつげが長くてね、はい、なかなかこういう笑顔も似合います。ハンサムボーイですね、今年の7月の NHK 杯はいきなり3位に入りました。持ち点ではその時には10位から、その 0.45 差をひっくり返して代表の7番目に入る、その世界選手権の代表に選ばれる、大健闘でしたよね、はい、特に今回世界選手権のための合宿でですね、はい、彼の成長ぶりがすごいということであるコーチの方から聞いていますね。あ、そうですか、はい、特に規定演技なんかをしますと具志堅と争うぐらいの力を持ってきたというふうに聞いていますし、ミス今回の場合はちょっと 2,3 のミスが出ましたんでね、はい、ちょっと寂しかったんですが、それなりの成果が完全に現れてますね。今日はどうしても下から上に上がってくるんだという意気込み持ってましたね。 9.55 の跳馬、近藤茂光、得点を見てにっこり笑いました。彼自身も得点から満足でしょうね。いい演技でしたから。